小笠原との対戦。初球空振り。この2人の対戦は高校時代以来になります。東海大相模の当時2年生だった小笠原、そして日大三高の3年生だった伊藤幸也、この2人が練習試合で対戦したと伊藤幸也から今日のゲーム前に聞いたんですけどね。その時どうだったっていう話を聞きましたら、伊藤幸也は自分が知ってる高校生の中では一番インパクトのあるピッチャーが小笠原でしたと。ものすごくいいピッチャーだったという印象があります。で、2年生の時の小笠原って小笠原本人に聞くと全然ダメだったんですよね。当時吉田亮っていう今オリックスにいるピッチャーいますけど、その吉田の方が目立ってましたし、でもう一人ピッチャーいたんですけどね。でも、それでも小笠原はすごいと思ったっていうのが伊藤幸也の話でしたね。で、結果はというふうに尋ねたら、伊藤幸也のライト犠牲フライで決勝点、日大三高が勝ちましたというふうに伊藤幸也が振り返っていました。あ、ちなみに伊藤幸也にですね、日大三高時代に小笠原と東海大相模と対戦したときに、おお、レフトに上がった、これも大きいぞ、レフト下がる下がる、どうだ、入った、伊藤幸也プロ初ホームラン。レフトスタンドへ見事な一発、ベイスターズが1点を返しました。3対2。日大三高時代に東海大相模にいた小笠原との対戦がありました。それ以来5年ぶりの対戦という小笠原からホームランを放ちました伊藤幸也、プロ初ホームランです。さあ、そしてバッターボックスには先ほどの打席でプロ初ホームランを打っている伊藤幸也です。打ったのはストレート、詰まっていたのでスタンドに入るとは思いませんでした。1、2打席ともに凡退していたので、なんとか塁に出ようと思って打席に向かいました。プロ初ホームランとなって素直に嬉しいですと気合の入った表情で話していたというバッターボックスの伊藤幸也。1球目はボールです。ちなみにトラックマンのデータによると打球速度が152キロだったそうです。打球速度は34度ですから、かなり高く上がったホームランです。推定飛距離は112メートルというホームランでした。最高到達点が32メートル。ワンボールナッシングです。レフトへ、これもいったか、レフト下がる、レフト下がる、入った、4対4。新たなヒーローの誕生です。小笠原の勝ちはこれで消えました。いやー、これはびっくりしました。ギリギリですけどね、それでも伊藤幸也の思いが、そしてベイスターズファンの思いが打球をフェンスの先まで運んでいきました。